じゃあ、この前回の動画で、まあ、理科大の良かったこと、学部編みたいな感じで語ったんですけど、今回は研究室編というかね、学部4年から、まあ人によるんですけど、修士2年間について話そうと思います。前回ね、理科大の学部3年までのカリキュラムが質が高くて、社会に出てから、こう役立つ基礎力みたいなものを育ませてくれるみたいなことを言ったわけですけど、まあもう一個ね、理科大っていいところがある点なんですね。そういったこう学部3年までの社会でバトルしていくための力みたいなのを養わせてくれる以外にも、結構学術的な分野、まあ例えば研究者になるみたいなところでも結構素地を育ませてくれるというか、なんなら修士博士みたいな感じで行って、そっちの学の道にも進ませてくれる道があるっていう点がもう一ついい点ですね。まあ要はこう産業界に無難にこう行くルート、まあ理科大の工学部とかですと、大体大手のメーカーとかコンサルとか、まあ人によっては公務員みたいな、まあ、無難っていうとちょっと変かもしれないですけど、王道のルートがあるんですけど、それとは別に、まあ研究者になろうと思えば全然なれるルートもあるっていうところで、まあ理系ってなんていうのかな、選択しただけで将来的なキャリアというか道筋が限られるみたいなところは若干あるかもしれないなというところあるんですけど、そんな中でも理科大っていうのは、その選択肢を学生にまあ幅広く与えてくれるっていうところが、まあもう一ついい点なんですね。学部4年からはですね、まあこれも研究室の分野によると言いますか、まあ教授によるって言った方が正しいかもしれないんですけれども、いろいろ方針があるんでね、まあ学術の分野に突っ走っていこうと思えば突っ走っていけるし、まあ企業と共同研究みたいなことも盛んにやってる大学なんで、まあ研究ね、1年で終わらせるか3年しっかりやるか、はたまた博士行ってもうプラス3年やるかっていうのは、まあ人それぞれかなと思うんですけれども、ここも学ぶ分野が多いですね。まあ私の恩師とかですね、好きな作家の森博っていう人がいるんですけれども、やっぱ理系の学生生活において価値があるのは、やっぱり研究生活が大半ですよみたいな旨のことを言ってるんですね。まあ、私もこれそうだなっていう立場の人間でして、それぐらい研究、特に理科大で携わることのできる研究って価値あるものが多いですね。まあなんだかんだ研究力に力を入れている大学みたいな感じのことは、まあ、言われてますから、それなりにね、お金もある方だと思うんですね。あと研究をやるにおいて大事なのが、どういう風な分析費とか評価系を用いて研究を進めていくかっていうところなんですけれども、まあさっきも述べた通りですね、研究に使えるお金がそれなりにあるというか、ここの表現は難しいところなんですけれども、まあそういう分析系とかも一通りあるというところで、まあ研究を進めるのはもちろんですけれども、例えば社会に出てから研究職になっていくみたいな時にでも、全く同じというかね、原理を用いた評価系とか測定器を使うことがあって、まあ新しく勉強し直す必要はあんまない。なんなら、もうかなり学生時代に使い込んでたから、まあ社会に出て、まあ、部署に配属されて全然その部署の中でも使える方の状態でスタートできるみたいな、ちょっとチートの状態を実現できたりするわけですね。まあだからさらっと話してるんですけれども、理科大の研究生活っていうのは結構力を入れようと思えば全然力を入れられて、国内外トップクラスぐらいの研究に触れられたりもするので、すごい貴重な経験を得られると思ってるんですよね。自分自身もまあ国内外の学会とかね、参加させていただいて、それまで海外とか行ったことなかったんですけれどもね、まあ大学のお金で海外に行かしてもらって、まあ英語でのプレゼンとかもね、まあまあ大変だったんですけれどもね、まあ、学生の時点でそういう国外の学会でプレゼできるって、なんかなかなかすげえことやってんだなと思いますので、まあいい経験だったなと思いますね。まあ、そんなわけでですね、学部1から3年はまあ普遍的なスキルというとちょっと陳腐化しちゃうかの感じはあるんですけれども、まあ、こう学力の基礎というかね、社会で戦っていく素地みたいなのががっちり身についた状態で、まあ、研究の方向に振るか、ちょっと産業寄りの、まあ、メーカーとかね、の方向で生きていくところに行くかっていう選択肢はあってですね、すごく幅広くね、進路を選べる大学ではあるんですね。そういうところがね、理科大の良かった点2みたいな感じですよね。